はい、皆さんこんにちは、ワナリルビジです。では今回はアーツオバイアン4、ミレニアムダウン、いわゆる現代モッド、こちらのプレイを始めていきたいと思います。で、冒頭ですね、お話ししておかなくてはいけないことが一つ、ありまして、以前現代モッドプレイを何回かしてきていると思うんですけども、以前プレイしていたものがですね、ミレニアムダウンクラシックと呼ばれているモッドになっていまして、そちらはですね、有志の方が日本語化モッドを作っていただいていて、その日本語化モッドを入れて日本語でプレイをしていたんですけども、このミレニアムダウンに関してはですね、ちょっとその日本語モッドがないというところで、いろいろ組み合わせたり試行錯誤したんですが、文字化けとかが起きてしまうということもあって、このまま英語でプレイをさせていただきたいと思っています。なので、ちょっと字幕とかがね、見づらいとか あったらですね、一旦動画の一時停止ボタンを押していただいて、読んでいただければいいかなというふうに思います。では早速始めていきましょう。で、今回はですね、2つ用意されているシナリオ、2000年と2017年とあるんですけども、2017年の方でプレイをしていきましょう。ちなみに2000年の方はというと、冷戦終結後の、世界の覇権をかけた戦いの、様子が書かれています。で、2017年の方は、よりグローバライゼーションが進んだ中での貧富の差というようなことが、冒頭最初に書かれている内容になっているかなと思います。では今回は2017年で進めていきましょう。で、国家ですね、もちろん今ここに出ている主要国以外にも、アーツオバイアン4ならではの弱小国家でのプレイもできる。で、ここはですね、オリジナルのアーツオバイアン4と何ら変わりがないところになっています。で、今出ているのが主要大国ですね、日本、イギリス、フランス、ドイツ、日本、プーチンここだけなんかプーチンって言っちゃいましたね、ロシア、そして、中国と出ています。今回はもうすでに選ばれていますけども、アメリカ合衆国でプレイをしていきたいというふうに思っています。では早速プレイの方を始めていきましょう。はい、ではですね、ここから実際に時間の方を進めていくんですけども、まず舞台を再編だけ先にさせていただいています。といってもどっかに展開させているとかっていうわけではなくて、単純に舞台をまとめて、司令官をつけたという作業を行いました。で、あと生産の工場なんですけども、すでに古くなっているよっていう装備に関しては新しいものに付け替えを行いました。やったのはそれくらいになります。その他ですね、国家方針とか研究枠とかっていうのは全くいじっていない状態になります。ではここからプレイの方していきましょう。で、ちょっと見慣れないのが上の方に出てると思うんですけども、3つね、ドルマークが出てますけども、左からデビッド、続いてこれがトレジャリーで、最後がインターナショナルインベスティメントっていうことで、これは国債、負債かな、デビットなんで負債で、トレジャリーなんでこっちが国債ですね。で、インベスティメントなんで投資、インターナショナルインベスティメント、なんだろう、ちょっとピンとこないですけど、国債投資いいですかね、になっています。その他のタブはこれまでの現代モッドとか、ハーツオバイアンとかで見ていたものと同じようなタブになっているので、英語表記になっていてもそこまで違和感はないかなと思います。で、こちらのですね、政治機構のところなんですけども、ここが結構難解になっているので、プレイしながらですね、確認を進めていきたいと思っています。で、今回最初にやらなきゃいけないことが一つありまして、今国債緊張度 8% になってると思うんですけども、この 8% だと正直何もできないですというのがあるので、この国債緊張度をアメリカが宣戦布告の準備に入ることができるパーセンテージになる 15%、 ここまでまず上げていきたいと思います。じゃあ何をしようかというところなんですが、そうです、早速在韓米軍の撤退作業から始めていきましょう。まずはムンジェイン大統領の韓国、ここからですね、独立保障を解消していきましょう。独立保障を解消で、ここにいた在韓米軍、これは撤退しましょう。これはグアムに撤退です。
で、これで 10% になりましたよね。国債緊張度が。これをさらに高めていく必要があるので、どんどこ高めていきます。これで目標としていた 15% になりましたね。日本だけは、この時点でも独立訴訟を守ってます。さすがトランプ大統領。で、この状態でですね、宣戦布告をしていきましょう。政治力をじゃあ直ちに確保するために、国家方針を決めていきましょう。国家方針は、左の方がですね、いわゆる軍事系ですね。で、真ん中に入ってくると経済とか内政とか外交とかになってきます。今欲しいのは政治力が欲しいので、政治力がガツッと入るものを優先的に入れていきましょう。ステータス級に入れると、クオかな?に入れると25が入ってきますね。で、こっちはというと100入る。もちろんこっちだ。100の政治力を獲得していきましょう。では時間を進めていきます。じゃあ、研究枠を使っていきましょう。結構研究枠ドカッとあるんですけど、研究の中身がね、もう全然見慣れないものになってます。ご覧のようにですね、陸軍の装備も、もうさすがに近代化されていて、完全に一新されているという状況です。まあ、ライフルは当然研究を進めたいんですが、これが2025年なんですね。今が2017年なので、このペナルティはね、結構きついんですよ。なので、まずは、ペナルティを食らわない範囲で、一様に研究を進めていきます。それでもね、結構、研究日数っていうのは、かかってくる。ご覧の通りですね。状況にはなってきます。砲兵も入れていきましょう。まあ、この後、部隊も実際に見ていただくんですけども、まあ、どこまでの部隊をどういうふうに開発していくか、運営していくかっていうところが結構ポイントにはなってくるかなと思うので、そこの、まあ、セオリーというかノウハウというのが、恥ずかしながら正直全く持っていないという部分があるので、このね、ミレニアムダウンやったことがある方いればですね、ちょっとこういう部隊編成にした方がいいよとか、あれば、ぜひぜひ、教えていただければ嬉しいです。では、海軍の艦艇も作っていきます。ここは大型艦でいきましょうか。空母。2015年モデルで空母あれば、原子力空母。あれね。カーター型。2524日。むちゃくちゃかかるな。ヒューストンクラスもあるけど、まあ、ここは原子力空母。新しいものを研究に入れていきましょう。あとは原子力空母。の次は原子力潜水艦。これも作っていきます。バージニアクラスですね。研究なのでね、実際に投入できるようになるのはもうちょっと先かなとは思います。ここはフリゲート艦とかコルベット、あとはミサイル巡洋艦とかそのあたりですね。そしたら、まあ、フリゲート艦あたりをちょっと新しいものを用意できるようにだけしておきましょうか。もうすでに研究が終わっているところはね、このままにしましょう。じゃあ続いて空軍です。空軍は、新しい、これはトランスポートヘリコプターですね。ブラックオークの後継機が2015年で作れるんですが、まあ、ここは一旦このままにしよう。戦闘に特化したものを作っていきたい。ラプター。ラプターって垂直離発着可能なモデルでしたよね、確か。ちょっと現代のね、兵器に関しては疎い部分も多いので、間違ってたら、訂正をコメントか、ツイッターの方にお願いします。ここも、爆撃機とかですかね。まあ、ただ、ここに関して言うとどうなんだろうね。
結構年代的には進んでいるかなと思います。クローゼイヤーサポート、これ近接航空支援機のこと言ってるのかな。ここも研究進んでないところがあればしていきます。で、これはドクトリンですね。グラウンドサポートプラス 20% 入るものを入れておきましょう。じゃあこの1個手前に研究。海軍はそういえばあった？ドクトリンないよね、海軍ね。じゃあ残ってるところは本当にもう使っている使っていないに関わらずですね、研究を進めていっちゃいましょうか。じゃあここまで生産と研究を見ました。続いて、徴兵を確認していきます。徴兵もね結構種類が多いんですが、まず一つ目から中身見ていきます。ご覧のように装甲車ですね、それに砲兵を入れている部隊、続いて戦車も見ていきます。戦車こっちですね、上の戦車を入れています。このあたりの戦車。さらに、まあ、装甲戦車なんですかね。アーマードになってるので。で、ここはですね、当然ながら、編成力に余裕が出てきたらですね、支援中隊的なものとかをね、入れていきたいなというふうには思っています。ご覧のように、いろいろ入れられるっちゃ入れられるので、こういったクラスのものもしっかり入れていければいいかなというふうには思っています。あとは、おそらく海軍側の陸戦隊に相当するものだと思うんですけども、マーリンレジメントということで、ご覧のような部隊ですね。入ってきています。まあ、正面戦闘幅とかも一切無視した設定にはなっているので、ここはどっかのタイミングでね、しっかり変えていきたいというふうには思っています。あとはヘリですね。ご覧のような形で入れています。で、部隊編成は一応セオリー通りですね、部隊の編成種類は揃えました。その上でヘリ部隊を各軍に一つずつあるいは二つずつということで師団割り当てをしている状態ですね。こんなような形になってます。以後すべて同じ設定になっています。では、在韓米軍の撤退、韓国から始めていますので時間を進めていきます。13% に下落してるから、一旦日本への独立保証をリボークしましょう。これで 17% に戻った。まあ、日本への独立保証はすぐに復活させましょう。中国に侵略される恐れが出てくるので、そこは、まあ、注意をしていきます。イスラム国に対しての宣戦布告はいける？いつでもいけるね、イスラム国なら。逆にイランは？イランはまだ無理か。イランにしたいよね。イランに行う場合は、ちょっとまだ足りていない部分があるので、まあ、一旦イスラム国に対して、宣戦布告しておいてですね、準備をしておいてですね、国際緊張度を一気に高めに行きましょう。
これで一気に 26% まで跳ね上がったね。続いてなんですけども、シリアに宣戦布告しましょう。シリアね。で130貯めたらシリアに宣戦布告できるので、シリアからイスラム国に入っていきましょうか。これで、まあ一つね、形ができるかなというふうに思います。では時間を進めていきます。ではシリアに対して宣戦布告の準備できますので始めていきます。そしたらシリアにいきなりね軍を送り込めるので、だいぶ展開がね面白くなってくるかなと思います。ではちょっと今回ねあんまり進められていないと思うんですけども、まあこんな感じでプレイの方はしていこうかなと思いますので、ぜひぜひ皆さんお付き合いをお願いします。で次回はまずは、海軍の再編を行って、海軍をね、しっかり展開できるようにしていきたいなというふうに思っています。ちなみにイスラエルに対しては軍は送り込めるのかな。そこだよね。ちょっとそこだけ確認しましょう。イスラエルに軍が送れるんだったらいいんだけどね。送れる、非常にありがたい。これあると海軍をここに展開する必要がないね。あのシーレン、あの強襲上陸するための、まあ、海上輸送路という意味では。では、ここは、一軍、あとは、そうだな、戦車をいきなり送り込むっていうのもなんか、えぐいので、二軍を送り込みましょう。うん、三軍ですね。アーミー3を送り込みます。三軍、二軍とかっていうとなんか、あたかも、しょぼい軍みたいな感じになりますけど、まあ、単純にここは、番号振っただけですからね。じゃあイスラエルの方に、1軍と3軍を送り込む準備をしました。じゃあここからですね、本当に、進めて、いきますので、ぜひぜひ皆さんの応援よろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。